リアルタイム。はい。そう。いつもずれてんの。そうだね。今ゼロ人です。まだ流れてない。こっちはね、一応バックアップ的に撮ってるやつ、こっち側が、こっちの数字ここには出てこないんですよ。なるほど。ちょっとまたモニターは途中から見ます。1分前でーす。では、ちょっとモニターがないんですけど、琵琶湖ショーの話の流れで見てください。ここから指示、9振ります。10秒前です。10秒前。始まります。入りますね。ちょっとちっちゃい気がしますね。聞こえてますか？聞こえてる。入りました、はい、久しぶりのラジオカフェ内の公開生をこの熱い拍手ありがとう。数年前は、はい、ここでライブを最終火曜日はね、はい、ライブをした後にそのまま引き続きこの番組がここのカフェの中でやってたわけですよ。今日は皆さん残っていただきました。ありがとうございます。この割れんばかりのもうざっと54人ぐらいいますか。気持ちでございますね。始まりました、京都三条盆塚前。全国の皆さんこんばんは、杉岡です。日本です。じゃあ名前言いなさい、名前ちゃんと名前言ってください。あ、しんちゃん、しんちゃんでございます。もう2月終わりでございます。そうはいけません。そうはいけません。ざっと7、8人ですか。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。ユーストリームを見ていただいている方にはそのうち映るのではないかと思われるんですよね、はい、そうですね、今日はですね、はい、久々にここで、はい、ライブトークをやったわけでございます、はいね、つまりいつもこういろんなミュージシャンの方、まあ、落語家さんもお越しいただいたりしたんでございますけども、はい、今日は村山ディレクターの特別企画ということで、村山ディレクターは今日は顔出すんでしょうか。出さない、出さない、ね、まあ、出さない方がいいかもしれません。東日本大地震から間もなく1年というテーマで皆さんに今思うことということで、まあ、いろんな支援されてきた方々とか、まあ、お客さんもね、いろいろコメント書いていただいて、そのトークを皆さんとさせていただいた後のこの放送なんでございます。で、まあ、今日は残っていただいてですね、この放送中にもまたいろいろお話を聞かせていただこうという、はい、もう皆さんゲストでございますという、盛りだくさんのこの1時間、ね、居残り組で、居残り、もうなんかいいのかな、その言い方もね、残っていただいたということで、ということで、まあ、特にこの放送に、まあね、ゲストとしてお迎えしております方をちょっと紹介したいと思います、ね、はい、まずはですね、まあ、その震災以前もですけども、まあ、京都の方で万華鏡を通して、まあ、いろんな子どもたちの支援とか、まあまあ、いろいろご指導されてきて、今回のこの大地震以降、まあ、被災地に何度も足を運ばれて、万華鏡で、まあ、支援という、まあ、平たく言うとそういう方なんですけど、はい、藤尾さん、藤尾正代さんです、こんばんは。はい、こんばんは。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この生拍手どうですかこれね。まあ、全国の皆さんに届いてるか分かりませんが、この全国の皆さんのちょっと検討もありますので、ユーストリーム的には、はい、そうですね、そうなんです。そしてもう一方でございますけども、我々と同じ、ツルツル天の、はい、まあ、ツルテンピーカというのも最近言いませんけど、
中島の芝です。どうもこんばんは。続きみたいな中島です。ありがとうございます。中島さんもあの前ゲストでね、はい、ご取材で。よろしくお願いします。政治の方に何度か足を運ばれて、はい、今日もいろいろお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていろいろと皆さんご活躍の方々も今日も巻き込んでの放送でございます。お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、冒頭のオープニングをちゃんとできましたか、私、ね、ちょっと冒頭いろんな話をしたいんですよ、話を引っ張るということなので、まあ、2月はですね、あの、あれですよ、あの、まあ、もうバレンタインデーというのがありまして、はい、バレンタインデー、遅ればせバレンタイン、ギリチョコ、トモチョコ、いろいろ皆さん、あ、じゃあバレンタインから今まで、もう毎日のようにね、毎日のように、でもテモテという言い方がどうかは分かりませんけど、あのね、そんなに女性と接触する、接触という言い方ややこしい、違う、それ違う違う、そんなんじゃなくて、はい、まあね、そういうことじゃないですか、お会いする機会がないこともあるわけで、はいはいはい、で、あのちょっと遅れ忘れてございますけどもみたいなご挨拶に。おちょこいただくことあるじゃないですか。はい、で、まあ、もう車の中はね、もうチョコのラッピングだらけなんですよ。私、ラッピング捨てられない男で悩んでるんです。ラッピングだけなんですか？中身入ってない。中身は忙しく信号待ちごとに食べるわけですよ。はい、で、ラッピング捨てられない。ラッピング捨てられないじゃないですか。もうなんかその、トモチョコ、ギリチョコといえども、なんかこの頃パッケージもいろいろ凝ってますやん。何か小物入りに使えるかなというノリのものもあれば、はい、まあ、果たして使えないものもあるし、ね、いろいろあるので、はい、まあ、私、まあ、そのパッケージに関してはまあ、ね、もうあの、あっさりしたもんでいいと言いたいんです。はい、ギリチョコといえども、はい、もうできたらもう、サクッと普通に売ってるやつで。いただきながら、いただきながら文句言うのなんですけど、あとはちょっと言いたいのは、あの、手作りチョコもちょっと悩むときあるね。それは何を悩むんですか？いや、まあ、どういうんですかね、手作りチョコっていうのはどうしたらバラつくかなっていう、バラつく、噛んだときにパラッとこう、口の中で、大概運転して家帰るまでに食べてしまいたわけですよ、はい、ね、いや、まあ、いろいろ処方の事情によるそうするとですね、まあ、手作りチョコってなんか、あの、なんかこうちょっとパンケーキみたいなのまぶしてあるやつとかあるじゃないですか、こうパラパラっとこうパラパラっとこう衣に、そうそう、寒いとか衣にこうね、あの、ばらつくわけですよ、っていうか、お参りした先で粉だらけの、はい、口の周り白い粉だらけとか時々あるんですよ。それとか、あの、中からムニュってクリーム出てくるチョコがあるじゃないですか。はいはい、中に入ってちょっと苦手なので、来年は気をつけていただきたいなと。僕はあの、普通にもチョコっていうのが、ノーマルチックなチョコが一番ですね。はい、板チョコでいいんです。はい、もう来年から次はこの板チョコで。ね、で、まあまあ、 あの、そんな贅沢言いませんけど、できたらお願いしたいなと。100円板チョコでいいんです。もう今時ね、この時なんて思い入れの入ったチョコが送られてくるとは思いません。もちろん。これは思い入れが入ってますということはないでしょう。と思うわけですよ。どうですか？いいですかね。あと一つ気になるのが、はい、これ3月これまたほら、なんかホワイトデーとかでお返ししなあかんでしょ。はい、これはあの、まあ、一応あの、まあ、もらった方にはしなきゃいかんのでしょうと、ということですよね。これはあのちょっとものすごく複雑な質問をしますけど、はい、あの、まあ、バレンタインの女性だったら、まあ、例えば10人会社に同じ、ね、同僚なり上司の方がおられて、まあ、10個買うわけじゃないですか。あの友達15個とかでしょ。で、まあ、もらいましたと、はい、でもらった人が1個しかもらってなかった場合は、はい、その方にまあ返す1個で済むわけでしょ、はい、で、まあ、仮に10人にもらったら10人に返すわけですよね。そうですね。でプラス10人友達だったら20個買うということですね。同じように、あの、女性がバレンタインでギリチョコを渡すのに10人の人に渡すのはその前のお返しがないわけですから、10個のままでややこしいこと言ってますけど、わかるかな？何も分からない。だから何増えるんですか？また返すでいいんじゃないですか？いや、だからまた違うセクションでもらうことがあるじゃないですか。ここだけで済むもらった人たちの分を返すのは10個で済む、はい、でも違うところでまた5個とか3個とか、はい、まあ、要するにお店でもらったらそれよくもらうじゃないの。
ね、そういうことありますよね。誰に振ってるの？そこに、そこにまた5個ずつこう配らなあかんっていうことですよ。そういうことですか。お店に、お店にボンと返すわけにいかない。それでもいいんじゃないですか。大きくまとめて、皆さんで。ホワイトデーと言われるのはやっぱ手作りもありですか。自分で手作りする人もいるんですか、男で。手作りのものもらったことあるんですか。ないです。男も何でも。でも料理得意な人やったらいいんじゃない。なるほど。ちょっとパンケーキみたいな。手作りのお地蔵さんでも買いたい。なるほど。いい話を聞きました。そんな喜ぶ、まあ、そんなにと思いますけど、まあ、喜んでいただけたら幸いでございますけどね、はい、まあまあしかし3月もお彼岸でございますから私たちは、忙しい、忙しい、忙しいんですけど、その前に3月11日という、まあ、丸1年が来るわけでございますから、今日の放送はこれをメインに今日とお話ししたいと思っております、はい、放送を聞いていただいている方からもご投稿を受け付けておりますけれども、宛先の方をちょっとお願いしていいですか。はい、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります、はい、075-253-6901 075-253-6901 です。メールアドレスはボンズアットマークラジオカフェドットジェピー、 bonzeアットマークRADIOCAG.jp までです。お便りお待ちしております、はい、また本日の公開生放送もユーストリームで配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いしますということでございます。皆さんにも、ね、後ほどトークにも入っていただくわけでございますけれども、はい、本日の1曲目いってみましょう。それではヤミンさんで君のもとへ。あ、そんな声でこれっていうのかな。よろしくお願いします。お願いします。あれ俺だけなのこれ。え、マッツの声で拾ってる？拾えてる。拾ってる。拾ってる。ツイートが入ります。今日はここでは聞けない。白川のメンバーが見てます。これここに松の声来てんの？ここに松の声とかこのマイクのやつ、はい、来てる？はい、全部満遍なく全然早い。え、自分の声聞こえるんですね。俺の声を聞く。いや、そんなこと多分そんなことない。俺の声がもう来てない。それに来てない。何の声も来てない。来てない。音楽は聞こえてます。音楽、うん、あ、一番聞こえるね。まあいいけど、ボリューム、こっちですか。見てくれてる友達。今はね、切れてるの。曲は入ってる。なんかみんなこれ持ってはりますすごい。すごい仲間いた。いた、そこにもいた、今。はい、行ってもらっていい？はい、おい、やられたぞ。あ、じゃあちょっと前に、はい、ここで、あ、そうですね、こちらに向かっていただけると、
島の頃見てます。あ、はい。この辺で。あ、はは。はい。うわ。あ、抜けます。何分ですか、ね、4分半ぐらいだと思うんですけど。じゃああと30秒で戻ります。はい、うんうんうん、ジングルあり、あ、ジングルなしで、クレジットお願いします。はい、クレジット。水ください。で、これで使うの、どっちやろ、こっちですよね。時岡さん、はい、水あ、水ですか、はい、すみません、はい、京都三条文塚役の番組は将軍八谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。パッ弾けましたね、相変わらずすごいね。ラミさん、はい、どうもお久しぶりです。よっ、今お送りいたしました、はい、君の元への、君の元へ、ね、さん、はい、どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。ラミさん、はい、フェイスブック仲間でいいね、もうね、いいねボタンいいね、いいですよ ね、ポジティブなのでいいですよ ね、いいねっていう、そう、はい、いいねボタンがね、はい、あの、なんかこの頃、はい、朝コメント入れて、はい、夕方までずっと辛抱して、あ、見るの我慢してました。そう、見せてしまいます。それで、はい、うお、40超えたっていう時、40超えたらだいぶ嬉しいですね。嬉しいですよね。わかります、気持ち。ね、はい、なかなか40超え難しいね。で、ちょっと面白ネタ入れようかなって思ったりもしますよね。はい、でも嘘はね、ちょっとサービス精神旺盛になってきますね。ちょっとそう、これいいねボタンがね。はい、でもね。意外といいねと押してもらえるだろうなと思って書いたコメントに全然押してもらえなかったですよね。狙ったらダメなんですよね。そうみたいですね。ね、そうなんです。そうなんです。はい、なわけで、はい、話はまあ置いといて。はい、ようこそ。今日はね、どうもありがとうございます。いろんなゲストにお越しいただく中でも、はい、ね、みさん、この歌、はい、君の元へ、はい、いい歌です。ありがとうございます。やっぱこのちょっと君の元へのこの思い、はい、ちょっと今日。お聞きしたいなと思ってるんですよ ね。やっぱりこう最近もう去年本当震災があって翌日に作った曲なんですけど、はいはい、うんうん、なんかこう自分の中から思わぬところから出てきたみたいな曲で、はい、作ろうと思って作った曲ではなく、なんかこうやっと出てきた感じだったんですね、はいはいはい、でもやっぱりここ1年の間ずっと何回も何回も歌っていて、うん、ついこの間も歌ったんですけども、やっぱり歌うごとに地元のことを思い出したり、なるほど、福島のことを思い出したり、地元が福島でいらっしゃる、あ、はい、ね、そうなんです、そうなんですね。だからなんかそういう部分でも自分と何かその、まあ、化学十一日だったり地元だったりがつながっている曲っていうのをすごく最近だと、また違う感じで自分の中にこう感じることが多くなってきました。なるほどね。はい、僕は向こうに行ってる時にメール一回いただきましたもんね。はい、あ、そうですね、本当に大塩はたくさん、ね、いやいや、ボランティアで、僕はあの、はい、力仕事しかしてませんね。いや、本当に、うん、ボンさんお掃除得意なんで、もう、もうでもふにゃこと一緒にいた時の、はい、アルバム探しという、写真探し、はい、あ、うんうん、これを発見した時の、はい、まあ、というのはね、はい、一袋にそのおばあさんというか、まあ、そこのおばあちゃんが固めてはって、うん、でおばあさんがちょっとね、うん、気の毒なことに、うん、お亡くなりになったんですよ、はい、流され、はいはい、それでまあその畳的なものを探すのと同時に、まあ、写真がこう一袋、うん、この緑色の袋に入れてるというデータだけで、う
その依頼主の方に、それがね、そのもう半端ない、そのもう他のところも流れてきた、そのね、いろんなものの中から探してほしいという、でもその気持ちがね、やっぱりあの、いやもう無理だと思うんであればみたいな言い方されるんやけど、その時一緒に行ったメンバーで、もう意地でも探そうと、日がね、あれ大体作業4時ぐらいしかできませんからね。あ、そうですね。決まってるんですよね。そうなんですよ、はい、でとにかく、まあ、もう他のこともせなあかんから、うん、滞在中にその家の用事も済ましたいっていうのもあるし、はい、うん、あれの写真がね、大体昼過ぎぐらいに出てきたんですかね。出てきたんですか。出てきたんです。すごいですね、うん、それももう一回全部移動差しの、うん、もう一回リターンしの2往復ぐらいしたよね、うんうん、荷物を、あ、荷物でもすごいもう移動させて、うんうん、それでですね、もう全然出てこなかったんです、はい、うんうん、で、チラッとこう、あの緑色っぽい袋が見えて、それがね、もうあの畳の底の方、もうものすごい底の方にあって、あ、でもそのお家の中から出てなかったんですね。でだ、もう一回ね、もう家から出してるんですよ。あ、出してるんですか、それを。それを家に戻し、あー、そうかそうかそうか、それを、はい、繰り返して、繰り返した結果、うん、出てこなかったけど諦めた、最後に出てきた。うわ、よかったですね。みんなゴーグル外せない、うん、本当にやっぱりあの、うん、中で濡れてましたけど、うん、まあ、一応また写真の、ね、ボランティアの方とかもおられましたりしますけどね。そう、いろんな、あれがあるんですね、役割というか。そうですね、まあ、あの行った先でやっぱりでもヤミーさんは地元が福島でいらっしゃるので、はい、僕らとまた思いが違うと、うーん、僕らもその知らないから、まあ、行って納得したい人たちっていうのはやっぱりね、まあ、行ってるんでしょうし、まあ、行かなくてもする支援はいくつもありますしね、けどやっぱり地元の方、そしてすぐ行きたいことも行けなかったり、お友達がおられたりするわけですから、そういう気持ちはちょっと複雑だったでしょうね、当時。複雑でした ね、うん、ね、いろんな気持ちがこう自分の中で混じり合ってる感じはあって、一言ではなかなか言えないっていう部分は正直、ね、うん、はい、あの福島は特にまたあの原発問題もあったし、うん、はい、うん、でなんかこう風評的になんか今でもちょっとあの瓦礫 の、 あの受け入れ先がちょっと拒むみたいなことがあるんですか。ね、そしたら僕らどうなんねっていうぐらいの、あの当時あの本当に誇りの中で作業してたから、うん、そんだからその、まあ、なんでしょう、ちゃんと数値が出てて大丈夫だって言ってても受け入れてくれないようなね、はい、状況があるから、うん、まあ、今後本当にどうなるのかなっていう、ね、なんかこう、うん、ね、不透明な部分が多くなっていっちゃうなっていう不安感は。だからそのちょっとあの、まあ、宮城県の方とも、はい、あの文通的なこと、まあ、メールとかも、まあね、ドキドキしてるんですけど、はい、だんだん忘れられていくのが怖いってやっぱりいつも書いてありますね、そうやって本当交流することも一つの支援だと思うし、そうですね、さっきなんかあの和尚が今度一緒に集まろうっていう、でも本当にそうだと思うんですね、なんかその時に、怖かったっていう気持ちがある人は、ね、きっと一人でいるよりも、うん、なんか仲間といた方がいいと思うし、ね、僕ね、あの今年の3月11日のね、うん、夕方5時過ぎぐらいからみんなね、はい、街が静かやったのきっとね、あの本当 僕やったらもっと騒ぎに来てって、僕地元の人間だとそう思うと思う、うん、あのそのどんちゃん騒ぎじゃなくてもいいんだけど、ね、みんなでやっぱその時を共有したいっていう、うん、そういう気持ちいやね、なんとなくあるんですよね、うん、僕の中で。だからなんか気持ちはすごいわかるなと思って、うん、でね、僕ね、もうあの50年もらってからっていうことになるとね、はい、もうめっちゃ涙もろくなりまして、ね、まあ、でも最近ね、あのちょっとした漫才のツッコミもナイスなツッコミの時に泣いたりするんですよ。ツッコミしよったんやけどね、そうツッコミしよったと、ちょっとしたことでもあの、ね、はい、涙もろくなりまして、で、あのもう泣こうと、うん、いう時は泣いていいんじゃないかなというね、うんうん、もうこらえなければならない時はこらえますけど、うん、あの本当にねこれ難しいね、うんうん、あのだからこの3月11日 の、 あの
現地でのその空気をですね、一緒に共有することによって僕も今後の継続ができるような気がするんですよ、自分自身が。これはあの決してね、あのピリオド打つものじゃないから、しばらく、まあ、もちろん神戸もずっと継続してるじゃないですか、まあ、新潟にしても。なのでそういう支援というのは継続するものだから、ね、そのモチベーション的なことはやっぱりその現地の空気を感じたいなっていうふうに思っている。ヤミさんもまた行かれますか。はいはい、そうですね、今ね、はい、この私、うん、iPad 持ってるんですけど、はい、ここにあの結構白川のうち地元 の, あのメンバーがね見てくれてるのが、ね、今ねこう流れてるんですけど、皆さんこんばんは、ありがとうございます。そう、本当にぜひこれから、はい、毎週聞いていただきたい。やっぱこうやってインターネットとかがあると、うん、こっちのなんかこう顔も見えるし、そうですね、だから今同じ時間にどうやってんのかなっていうのが、はいはいはい、そういう交流ができるっていうのはすごいいいことやなって思うんですよね。そうです、これはあの、うん、今すごいですよね。すごいですね。本当にね、うん、もんですわ。こういうのとなんかこう繋がっていれる感が。うん、僕もね、うん、あの松下君っていうね、真言宗のお坊さんに、はい、あのツイッターをした方がいいですよって2年ほど前に言われて。はい、で池口君も名前出しますけど、はい、池口君に押され、はい、あのやるようになって、その頃は何やねんって思ってたんですよ、はい、何なんこれはって思ってたんですけど、うん、今すっかりフェイスブックに回ってきて、ツイッターであの「コージナウ」とかつぶやいてたじゃないですか、それでなんかねすごいね、なんかこう解き放たれたような。ありがとうございます。もうね、はい、もうちょっと汗かきますけど、最近もう LINE までやってますから私ね。 LINE って若いですね。もう LINE なすぎやことも言われてるくらい。 LINE って結構大学生早めに、すごい、ね、もうスタンプですごい。私知らないです、教えてください。お嬢、分かりました。はまりやすいですね、あんなふうに話していたのにね。ということでね、はい、ヤミさんのまたね、またこれからもご支援を応援したいと思いますし、はい、ありがとうございます。また私たちと一緒に行けたら。そうですね、本当にあの、はい、参加、いつもあのボランティア行ってるじゃないですか、その日にちをこうメールで見て、はい、いつも何かとかぶってたりするんですけど、いつか一緒に行けたらいいなと思います。ぜひね、はい、お願いしたいと思います。お願いします。まあ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。深井さん、なんか一言どうぞ。渋い一言いただきます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当に、ヤミーさんのファンの皆さんも福島の皆さんもどうぞ引き続き、ツイッターに書き込みを、ね、はい、ということでね、はい、もう今日はたくさんの方がお越しいただいても、はい、先ほどご紹介いたしました、はい、引き続き、万華鏡でご支援されてます藤尾正代さんにお越しいただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの藤尾さんも私もほぼ3日連続ほど、はい、3日連続あのご一緒してるんです。ずっと、ようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうまあ3月の去年の3月から、まあ、万華鏡を通してというか、なんていうか、まあ、ちょっと具体的にお話しいただくんですけど、それ以前からも京都で、はい、ね、まあ、京都ではどういうふうなこの万華鏡教室みたいなことをやったんですかね。呼ばれるままに万華鏡を教えに行くと、保育園とか幼稚園とか、そうですそうです、小学校も、はい、小学校もなんか大学のサークルみたいなところもさせていただいてます。で、地域コミュニティもあり、はい、もちろんもちろん、で、まあ、老人ホームもちろんもちろん行きます。いろんな養護施設、はい、ね、はい、お寺ではあまりありませんか。お寺はなんか児童念仏法師なんていうのがなんかあるんですか、どこかで。あるんですか。本願寺さんであった。会長さんが納得したんです、はいはい。その時に寄せていただいて。あ、そうですか。お寺も、あ、お寺、和歌山のお寺も寄せていただいて。あ、そうですか。読んでいただいて。結構全国。なんか親鸞さんのなんかのなんとかとか言って。それちょっと後で中島さんに言って。分からないけど。なんとか、まあ多分恩恵ね。その時来ていただいた生徒さんは平均年齢72歳。あ、しかしこの万華鏡、はい、私も実を言いますと、はい、某委員会で、ね、研修会ございましてね、で万華鏡を、まあ、作りましょうということ で、 でそれを作ることによって東日本の支援をされている方がおられますという、その委員会の前の月前月にそういう説明があって、でそれこそ平均年齢、まあ 70、 まあ、70で怒られるな、70まで言うと怒られますね、60前後、ね、私が最年少です、その委員会では。
とりあえず若かったです、はい、そうなんです。そこで万華鏡を作りましょうという研修会があって、で私の中ではまあね、万華鏡と言いますと、まあ、小学校の時あの、ね、科学と学習みたいなの知ってますか学研のそういう付録とか、あ、あります ね、そういうのにするぐらいじゃないですか。その後といえばもう万華鏡といえば岩崎宏美っていうぐらいなんです。謎の声が聞こえるぞっていう、まあ、そういういろんな、ね、誰しか知らない、そう、怪奇現象ありのまあそのぐらいの知識しかない。そう、まあ、あんまり万華鏡を常にこうしてる王様まんま信号待ちでチョコ食いながら万華鏡で言う、おりませんけど、あのその研修会でちょっとキットがありましてね、はい、姉がなんかすぐ作れる、まあ、割と優れもののキットをお持ちいただいて、はい、皆さんがそういう研修会作るわけですよ。それもキャッキャキャッキャみんなね、まあ、あの5年配もみんなも う、はい、もう本当にこう動詞に変えるっていうか、そんなに感動するかいうぐらい の、 この出来上がりの覗いた時 の、 このどうですかこれね、ジョーさん可愛かったですね。ね、みんな見せて見せてとか。そう、もう、ね、いや、ちょっと俺、でもまあみんな興奮するわけですよ。声が、声が高い方が。そう。声が。本当だ。でも、なんか、そう本当。クリーみたいな感じで、私もちょっとノリノリになりまして、で、もうそのね、覗いた世界が。改めてこの自分の映画芸にこうちょっとビーズとかいろいろ入れるんですけど、適度に入れるわけですよ。それの広が、まあ皆さんご存知のようにすっごい広がりができると、久々にこのね感動して、ちょっとワットボーンズクラブでもちょっと作ってください、皆さんとやりましょうというので、この2日連続このやっていただいてます。ありがとうございました。それで3日ほど連続、そうなんです、今日も入れると3日です。そうですね、あれね、皆さんどうしてありますか、今日来て お越しの、な、あの、大体1分間に、まあ、10秒に1回回す手で、柄を変えていくんですよ。違いました、違いました。違いました、6秒に1回。いやいや、おうてますか。10秒に。いやいや、6秒に。ね、1回回す。1分間に10回回す。あ、そうです、1分間に10回回す。間違ってます。それで柄がいろいろ変わるじゃないですか、万華鏡ですから、はい、まあ適当です。これで全柄を自分が、まあ、ビーズのこの種類もね20個ぐらい入ってるんですよ、はい、約20個、はい、これで全柄見よう思ったら大体どれぐらい時間かかる、時間で見れると思いますかっていう、時間で、うん、6秒に1回、はい、海野さんはもうドンと言わはると思いますけど、後で聞きましょう。まずは資本からいきましょう。はい、どうぞ。1時間おー待つ、でも全柄ですよね、はい、じゃあ3時間くらい、3時間、おーすごいね、やっぱりね、はい、だしはすごいね、やっぱすごいわ。ちょっと中庭さん覗いてはるんで、ちょっと中庭さん、はい、ちょっと声を開く、はい、全柄、その中身のでしょ、20個ほどねパーツが入ってるんですよ、入ってるんです。もう一回、そして出てきひんとして、はい、出てこないとして、はい、いや一生かかっても戻らへんのちゃうかなぐらい。おお。ちょっと他に手挙げていませんか、54人のお客さん。55人です。じゃあちょっと海田さんどうですか。はい。はい、10分。すごい。すごいですねこれは。ちょっとなんかその10分のちょっと意図とするところはどうなんですか。10分しか回したくないから。なるほど。見たくないと。さすがだな。なんか前週のお坊さんみたいになってきましたね。浄土宗なの、浄土宗というの、あのあれなんですけど、ね、これどういうことか。まあ、あの中島さんのおっしゃるのはほぼ近いわけです。もう一生どころの騒ぎでございません。もうね、ざっとですけど。4900億年、4600億年、4680億年ですね、かかる、4680億年、はい、これ江戸時代に計算された方がおられると、
約 20個のパーツを入れて今の時間で見ると、でもそれぐらいの世界が広がる、なのでもう見たくないという会社の10分も正解です。だから本当にね、一回もう全もう見るために行かれちゃうことよくわかるでしょ。これはすごいと、いうことで、このパーツキットを持って、まあ、支援されて、もう何回ぐらい、もう2週間に1回ぐらい行ってはるらしいんですけど、たまたま今年に入って、はい、2週間に1回になってしまった。去年も依頼が、はいはい、いや去年もっとそのもっともっと行ってないですよ。間を置いて、はいはい、あのゆっくりと長い支援を続けていこうと思ってますから、はい、もうどんどん行くのも行けるんですけども、はい、でもね自分が披露してくるのなるほどなるほどを避けるためにも依頼があるんですけど、はい、まああの当初思ってたのは半年に1回ぐらいで行こうと、はいはい、いうふうに思ってたんですが、行くたびに依頼が増えてくる、ね、なるほど、こっちにも来てほしい。そうですそうです、まあ、もう岩手県から宮城まで、はい、6月に行って、はい、次8月に行って、うちのスタッフが11月に行って、はい、というふうにしていくと、はい、今度は1月に入った途端に11月の時の依頼が入ってきて、はいはいはい、1月の末に行きの、はい、2月の半ばに行きの、うん、今度また3月の頭に行きのということで、なるほど、だんだんすごく、そしてまた4月も入ってますし、うん、5月もあと9月ももう先ですがもうすでに入ってます。それは主に何県？8月も入ってます。もう岩手、宮城、福島あたり今行ってるのは、あの、はい、宮城県と福島県の方なんですが、はい、ほうほう、あの友人がいるのはあの岩手の方なんです、はいはいはい、だから一番最初4月に送ったのはあの、ごめんなさい間違った、3月の末に送ったのは岩手の友人のところです、はい、友人はあの学校の先生してまして、うん、もうそこは避難所になってますから、なるほどなるほど、あの学校が空いてから、はい、そうですね、保健室の方に置いてくださいということで、ビー玉のついたもの、ビー玉の、はい、テレイドスコープを保健室に置いていただきました。ここ、ね、まあ、音だけで聞いてる方にはちょっと分かりにくいんですけど、はい、ユーストリーム見ていただいている方にはこのビー玉式のね、どっちですか、これですか、こんな感じ、クリアボールなんです、クリアボール、はい、これは見た景色が万華鏡になるんです、万華鏡の万華の世界がそうです、ね、見た景色が万華になってしまうんです、万華鏡、はい、分かりますか言ってることですので、顔を見るといっぱいいっぱいいっぱい、うちの村山ディレクターとかいろいろね、そういうことなんですね、これを、はい、なるほど、あのその現地でされる場合は皆さんやっぱりこうこのキットを作るバージョンでもやらはるんですか、もう出来上がったものをお届け、いい、あの現地でも万華鏡教室を開きます、やって、はい、でも皆さんなんかあのどうですか感想、もう我々やったらやっぱキャッキャキャッキャと、そうですね、幼稚園の子が作っても、うん、まあ、仮設住宅はね年配の方が多いですから、はい、70代80代の方が作っても、はい、全員幼稚園児になります。やっぱりね。はいですね。そうなんですよ。作って覗いた時から収支がつかなくなってしまう。そういうことですよ。作るプロセスはちょっと俺はできると考えるね。ね。ちょっとね、あの A 型 B 型 O 型分かれる感じね。ざっとした作り方の人と。ちょっと作ってる最中はなんかいろいろと細々といろんなことをしなければいけないので、はいはい、だからうーん。なんでこれはなんでなんちょっと面倒くさそうなんやけども、ね、一つこの穴を覗くと、わかります、しかもそれここにライトが当たったらいいんやね、そうそう、エリアことになります、エリアことになるんだこれ、あれはほんとライト当てるとねまた綺麗なんですよね、光が違うんですね、でまあその間でこの地元京都とか、まあ、こっちの近畿圏で、はい、教室とかまた呼ばれる場合もあるわけでしょ、もちろん、でそれでまあそれで、まあ、キットを買ってもらうのがまた支援金になりいいので、はい、ということで、まあ、あのこのパターン、うん、今回してるあの、はい、形としましては、はい、日本を500円で買っていただいて、日本このキットをね、キットを、はい、日本500円で買っていただいて、はい、そして1本は作って、その私のケースで作って、うん、自分の元に置いていただきます、自分の手元に置く、はい、で手元に置くものには、はい、東日本再生の願いを持ち続けようというよう な, なるほど、こういうふうなメッセージが、はい、メッセージプリントしたんですね、書いてあります、ね、そしてなおかつ自分の名前と年を書く、はい、年齢を書く、はいはい、でそれなぜであの年齢を書くかと言いますと、はい、まあ、これあの3月11日頃の年齢を書いてくださいというふうに言うんですけども、
それはなぜかというと、まあ、あのこの自分のこの年齢の時にこの東日本大震災が起こったと、うん、なるほど、いうことを10年後20年後でも思い起こせるような、はいはい、そういうツールにしていただきたい、うん、なるほどね、それを思い起こすことによって長い支援をしていくというようなツールにしていただき、はい、いただきたいと思っています。そしてもう一つは、はい、その私の教室の時にメッセージを書いていただきます、はい、なるほど、そしてその書いていただいたメッセージとともにもう一本の万華鏡を主催された方々の元へお届けして、お届けする、そしてそこで万華鏡教室をすると、すると、はい、これはあの、東北の方、東日本の方へだけ行くのではなくて、はい、うんうん、今京都の方に避難してらっしゃる方々もおられますので、はい、そちらの方 の、 あの集会場とか、とそういうふうなあの場所に寄せていただいて、はい、こちらに避難してらっしゃる方々にもこういう教室を開いております。なるほど、はい、これはあの、まあ、京都でされる場合は、はい、まあまあいろんな場所ですけど、定期的にやってはる場所もあるんですね、はい、あの京都駅の、はい、から歩いて、そうですね、歩いて7分ぐらいの、はい、場所で、東へ歩いて7分ぐらいの場所で、はい、下行生き生き活動センターというところで、はい、毎月第3日曜の、はい、昼の1時から3時まで、はい、この教室を開いております。なるほど、ぜひあのご支援していただきたいと。そこへ行ってまた万華鏡を作って、そしてまた支援もできるという、ここでみんなが幼稚園のようになると、はい、そういうこと、覗いた瞬間に、そうです、幼児に、幼児や幼児まで行ったんだけども園児以外も喜ぶ、そしてその気持ちを持って支援をすると、はい、ね、ということで、ありがとうございます。私が持っていくと、そういうことですね、はい、まだ3月4日から行かれる、ね、3月4日からね、はい、はい、石巻の大海道小学校というところで、はい、イベントが行われます。はい、ぜひ皆さんいらしてくださいね。もうこれ全国に一応流れています、ユーストリームできれば、はい、ネット的には支援もあの全国から有志が集まって、はい、その場で、3000人規模の、はい、あのイベントをされるということです。はい、でまあ、どうぞお気をつけてまた、はい、またあのラジオにお越しいただいてお話を聞きたいと思います。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。では行ってきます。ね、まあ本当にもう大変なこの活動、まあそのエネルギーがね、でも向こう行くとね、そのまたエネルギーをいただいたりなんかして、帰り道でまた来たいな、また行きますって気持ちになるんですね。さあ次はまた中島さんにお話を聞くわけでございますけど、ここでちょっと一曲挟ましていただきますか。はい、どうですか。何の指示もないわけですけど、はい、何の指示もないんですけど、まあいいんですか。はい、曲を挟みたいです。曲いいです。挟まない、挟まないという、はい、挟まないまま、挟まない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 、言えてないな。どうも中島さん、こんばんは。ちょっと自己紹介を。信州の、上京寺住職しております中島です。よろしくお願いします。中島さんも、はい、もういろいろご自身、はい、被災地の方へ行かれて、はいはいはい、どうですかこの1年は振り返って。そうですね、はい、もう、まあ、思いもよらない震災というかね、うん、あの地震が起こることは、まあね、阪神大震災にもあの体験してますし、承知はしてるんですけど、これほどまでの大規模なものに出会うっていうのはやっぱり初めてで、ね、あのやっぱり行くたんびにとか、その見るたんびにもう違ってるというかね、うんうんうん、あの実際私が現地に行けたのは11月になってようやくなんですけど、はいはいはい、11月になって行ってでも昨日起こったんばっかり違うかっていうぐらいの荒れようというかね、瓦礫の山、ね、全然それが片付かない状態というかね、で海岸沿いを3日間いろいろ町を見て回ったんですけども、はい、どこももうちっちゃなところから大きなところからもう全てがやっぱり流されて潰れて、ね、もうあれを見た時に、うん、その行くまでは何かできることはないかと思って行くのが、うん、あれを見てしまうと、はい、何もできない人間の無力さっていうのに、ね、すごいなんか挫折感を覚えて帰ってくることも多かったですね、はい、いやほんまにね、まあ向こう行って本当に人間の力っていうのはちっぽくだなと、ね、思いますね。本当にあの、もうそしてどういうかな、あのこれは何年にもわたってというか何十年にわたってでもあの日本人が
気持ちになるのは決してはいけないことだと痛感しますよね、本当に痛感しますね、うん、だから行って見てきた人間はやっぱいろんな形で伝えなければならないっていう、それは義務です ね、 ね、うん、思うんですよ。で向こうで例えば作業してても決してその暗く作業することじゃないわけで、うん、それはそのどういうのかはしゃいでそういうことでもないんだけど、うん、そういうことじゃないんだけど、やっぱその何やろ、あのその依頼されるその被災された方々と一緒になって作業してて、やっぱなんかこうこれ一つこっちの場所からこっち移すことによってなんか世の中が明るくなっていくんだよっていうような期待感の ね、 ありますね、心の弾みっていう、それはものすごく感じるんです。暗くなって作業してるんじゃなくて笑顔は出ますよ、そうそうそう、やってると。そうなのよ。なので一個小さいものでももうぐっちゃぐちゃになってるのを、これほんまに僕らも瓦礫とかね言ってしまうけど、もともと生活用品やったり、うん、ほんまの何日か前まで普通に使ったあともぐっちゃぐちゃになってるんだけど、それをいろんな思いで片付けながら、うん、もうそのそれに思いを託しても元に戻らないものがあるじゃないですか、ね、そうですね。でもそれをのけることによってそこから、うん、一点の明かりが出てくるんちゃうかな、あで次出てくるかな次出てくるかなっていうこういうエネルギーはすごく感じますよね。感じますね、うん、それをやっぱ日本中の、ね、皆さんが、うん、あのいろんな地で感じていただくためには行った人間は、まあ、行った人間で伝えなあかんなと思うんですけど、そうですね、うん、で向こうで私もちょっと支援させてもらったりお手伝いさせてもらう中で、現地の方が言われたのは、うん、あの一人でも多くの方に来てみてほしい、うんうんうん、だから来てほしい、はい、見てほしい、はい、でやっぱり向こうの方が言われるのはすごくなんか忘れられた感を感じると、うん、だから来て見てもらうと分かってもらえることはいっぱいあると思う、だから何してくれこれしてくれとは言わん、はい、とりあえず来てもらうだけでもいい、そう言われますね、それはやっぱり ね、 向こうの人の本当の話で大きな声だなと思いますね、本当にね、もうあのいろんな形で支援の仕方があると思うんだけど、ほんまにあのこれはずっとねあの語り継がなければならない。でもね、はい、残念なことがね、ああその、まあ、うちのお寺でぶっちゃけ問答でのを会議ね、おしゃべりする会議でるんですけど、そこであの、まあ、2月はね「あの絆と毛利主義」っていう、はいタイトルでやったんですね。で、まあ、絆っていうのは経済を通してやっぱ出てきた言葉ではあるんですけども、そこであのその一日喋ってたあの皆さんとのこの会話ですごい感じたのは、はい、関西の人とか、まあ、こっちにおるものは、はい、行ってない人はもうかなり風化しちゃってるんですよ。そのテレビの先の向こうの話で自分たちは自分たちの生活で、はい、もうね関西電力もね原発がなくなれたからね電気代上がったとかそういう話、政治の混乱とかの話で被災地のそういう現状のことは、はい、もうなんか他人事化してる、そうですね、すごいそのなんか距離感を感じてしまってるんで、ね、そうですね、行ってそれをね、肌身に感じてるものとのギャップがね、はいはい、あのやっぱり距離が離れてる分、まあ、時間が経ってしまった分すごく大きくなってるなっていうのをすごい残念に感じました、はい、これからまたあのいろんな周波の中でもあるでしょうけど、はいうん、中島さん的にはこれからまたいろいろそうです、ね、ご支援されていきたい計画も立てつつ、はいそうですね、また一緒に何かできればぜひもうよろしくお願いします、ねはい、今日はうずらすごありがとうございました。どうもありがとうございます。またあのラジオの方も遊びに来てください、はいはい、またよろしくお願いします、はい、します。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、今日はあのねアートコンプレックス、はい、木戸さんようこそ。こんばんは。こんばんは。もうなんかあいえいえいえなんか先々週もあったような。そんな気もしまう。結構なんか最近会ってるよね。お邪魔します。タメ口になっちゃったけど。お久しぶりです。木戸さん的にはこの1年どうでした？はい、ちょっとそのね大地震以降。そうですね。あの僕はその現地へ赴いたりとか、はい、そういう風な形のことはできていないんですけれども、うんうんうん、そのまあ京都にいる中で、はい、その震災受けた後に、はい、その情報との付き合い方っていうのが、あ英語の良かった。あの皆さんすごい整理をし始めたんじゃないのかなっていうのを自分の身の回りとして、ね、情報の整理とても大事ですね。そうですね。そのすごくバッと大きくたくさん
はい、でまあこのね、いつもラジオ会話も、まあ、メディアの一つと、ねね、カウントして言わせてもらうと、はい、結構ズバズバいけるんですよ、この番組に関しては。なるほど。ね、あの他の某いろんな地上波も含め、某いろんな、はい、あのちょっとね、メディアも考えていこう、これは。なるほど。でまあ、偉そうなこと言うわけじゃないけど、そう言うて僕は某番組食い嫌いなことあるんですけど。ここは大丈夫。ねえ、まあ、ここは大丈夫。まあ、番組、ちょっと危ないんですけど、危ないって言ってました。いや、本当にね、ちょっとね、はい、メディアもね、もうね、はい、もう中島智子さんもうええねん。まあ、いろいろ心配かもしれん。ね、いろいろ心配、まあ、ファンの人は心配だと思います。もういいから。もうそこ裁判もういいから。もうちょっと大事なこと。普通あるじゃない、大事なこと。どうですか、今日は。僕はその、もうちょっと個人の生活に関わりのある内容っていうのが、うん、そうなんですね。だからね、まあ、芸能界も、まあ、はい、政界もいろんな、まあね、ね、メディアの世界、はい、ちょっと整理しよう。まあ、これが言うことないんだけど。気持ちとしては。いや、僕は思ってるんですよ。今ね、はい、もうこういうユーストリームも、もう個人でもいろんな発信するじゃないですか。そうですね、個人がメディアになるというか。うん、で、いろんな皆さんコメントも、まあ、都市伝説じゃないけど、はい、やっぱりこれおかしいぞと言えるような人が増えていかんと、はい、僕は橋本さんも頑張ってると思いますよ。はい、橋本さんが頑張ってるのは、橋本さんにそのやっぱりこう、ね、こう規制していこうという動きももちろんあるでしょうし、ただそういう今まで誰かの代弁をしてくれてるのかもしれないです。彼の発想でやってることもあるでしょうけど、彼に言ってくれっていう力が働いてて、彼に言ってることもあるでしょう。ね。でもまあ、なんかでも、もっと違う人もずっと言ってることがたまたま同じことを言ってて、クローズアップされるだけかもしれない。これはもうメディアの使い方じゃないですか。そうでしょ、はい、でも民間でいいこと言ってる人いっぱいいるよ。木戸さんもそうでしょ。今言うたよ、でも情報収集、やっぱ情報ちゃんと精査していかないと、はい、まあお互い小さいからで頑張ろう。はい、まあ、誰にこのメッセージ送ってるのか。今日はありがとうございました。どんどん読まないと忙しい。まあ、また来月遊びに来てください。ありがとうございます。はい、そして、劇団俺と松本の、今年というかこの間の忘年会放送で、はい、主役を演じていただきました、はい、俺と松本の俺、はい、ようこそ。どうも、劇団俺と松本の俺こと伊藤です。伊藤君、ようこそ。ね、もう今日はもう音楽もなしにこのもうトークのみです。すいません。なんという素晴らしい中身の声が熱々の番組なんでしょうかと、ね、生放送の怖さです。ようこそ。どうですかこの1年、伊藤君自身。そうですね、まあ、テーマはもう東日本の震災のことなんですけど、はい、ご自身で何か変わったこと。変わったこと、うん、そうですね、震災とは関係ないことなんですけど、うんうん、ちょうど1年前に劇団俺と松本を結成したのがちょうど1年前で。あ、そうですか。はい、2月、そうです、1月の末ぐらいに、はいはいはい、結成しまして、はいはい、そんなんでもこの1年ずっともう俺松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 1年それしかやってない。俺松イヤーですね。はい、通常ではちょっと考えられないようなペースで芝居を持ってきたので。なるほど。相方もちょっと伊藤さんしんどいですと、うん、ちょっと休ませてくださいとずっと言い続けてるんです。公演何回やりましたか。6回ぐらいやってるから。もっとやってる。もっとやってる。10回近くやってます、ね。ボロクソぐらいだ家で。そうですね。そうですね。あそこでも。ところでやってますけど。私も2回ぐらい見に行ってますもんね。はい、実はありがとうございました。ボンクラハウスでやっていただきましたし。はい。ありがとうございました。いやいや、とんでもない。もうヘロヘロですか。そうですね。なるほど。先日、公演が朝来ていただいて、はい、はい、この間土曜日にあったばっかりなんですけど、うん、もう次が決まりまして、うん、来月そうなんです。来月の3月25日に、はい、大阪の摂津市というところで摂津市民演劇祭に、参加することになっておりまして、まあ、はい、摂津市民文化放送、結構ビッグイベントですか。それはそうですね、多分、うん、大きいと思いますけど、僕らも全然分かってないのに参加することになってまして、はいはいはい、そちらの方が。なる
どね。まあでも一回まあ一緒に東日本にね行って、はい、なんかそういうこう復興に向けたエネルギーをこうなんか持っていこうという、うん、そのプランに乗ってきませんか。そうですね。一度お礼松としても一度東日本の方へ行って公演をやりたいなっていう気持ちがありまして、ね、去年9月に落語家さんをプロの方をね、はい、お連れして、でまあ、仮設住宅の200そこはね割と大きい大きいでおかしいけど数がある仮設住宅に、バーッとチラシを巻いてですね、来てくださいみたいなことをしたんですけど、はい、もうほぼなんか公民館満杯になってもうものすごい喜んでくれました。そうなんですね。なので、はい、あなた方の熱演を、はい、ぜひぜひ運びましょう。ぜひ夜中走る夜中一緒に、はい、行きましょう。じゃあ本当ですか。本気ですか。本気ですか。僕本気で言ってるやん。本当に言ってもらえるのかな。じゃあだから誘ってるやん。じゃあ相方と伝えておきます。そうそうそう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまた、はい、伊藤君でした。ありがとうございました。今日はこんにちは、どうも名乗るふにゃこさんでございます。どうも。どこから帰ってきたんですか今日は。ブルガリアから。ブルガリアから。このブルガリア娘、本当にオーラスですか今日の。オーラス、ふにゃこは。あら、また大胆な。はい、ブルガリアは何しに行ってたんですか。それ言いますか。それはいいですか。どうですかこの1年。そうですね、3月以降、この1年、うん、今思うのは、はい、やはり自分の気持ちも、はい、意識がね、薄れてきてるなっていうのは感じてたんですよ。なるほど。でもなんか、なんていうの、こう後回しにしてることがあって、すごいなんか自分の気持ちと、うん、折り合いがつかなかったんですけど、今回ね、今日みたいに話し合う機会がね、はい、あって、もう一度自分はどうしようかなって考えるきっかけになったので、こういうね、場って大事やなって思いましたね。大事だよ。まあ、ふにゃくんはですね、この今日ちょっと資本のマップも黙りすぎやろ。寄って寄ってもって。だって喋りすぎでしょ。そうだね。なんかバレンタインの話。バレンタインこれ話しようかもう一回。違う。あ、いらない。あなたでも私と行った時に、はい、写真の感動と、キリダンスの感動を一緒にしたもんね。そうですね。もうキリダンスのね。キリダンスの感動もあったんですよ。あれもゴーグル外せんかったもんね。そうですね。あれ感動したね、本当に。水一滴も入ってなかった。何でもこの放送で言いましたけど。そうですね。はい。あれ思い出した、ほんま泣くよ ね、 ね、今も思い出したらうるうる、もうあれ もうほんま4時前ぐらいにね、そうですね、もう最終日の、もうこれでもうおばあちゃん の、 反物が出てきんかったら、はい、食い残るないよ、最後の最後3時40分ぐらい出てきたよな。そうですね、うん、で今思い出してもこっちうるうるするよ、本当に。それであったーいでみんなで、はい、あれがほんま最高 の、 家の隅っこに流されてて、はい、ほんま感動した。すごかったね。ありましたね。それを体験しただけでもあんだ、それを伝えるだけでも素晴らしいことなんだよ。ね、だからその風化、気持ちの中で決して風化してないから、はい、それを言い伝えること、ブルガリア行っても、はい、ね、日本のその文化の素晴らしさと、はい、やっぱりいろんな思いがそこにね、なんかそこにおばあちゃんのメッセージがあったもんな、このあの時にね。何かで感じましたね。感じたね、本当に。はい、2分前でやるとこ冷静だね君、そんなところじゃないんだよ私は。うる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 思い出して、ということで、まあ、まだ行けたら一緒にね、もうしばらく日本にいるでしょうし、はい、時々なんかね、遊んでおきましょう。はい、どうもまた、はい、ぜひ一緒に、また行きたいですね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、さてさて、まあ、1時間あっという間に過ぎるわけで、はい、マッくんとシホンが今日、カジタさんも今日はしっかり聞き役で、なんでこの距離が今日は遠いので、私、来るのも忘れてまして、ちょっとやりにくかったんでございますけど、はい、今月最終なんで、うん、はいはい、来月のテーマを言わなきゃいけません。はい、カジタさん、ちょっと来月のテーマ。はい、今一番心配なこと。あ、一番心配なこと。なるほどね。日本ギャルはこれ。今日ね、でテーマこれ言っていただきました。はい、そして今月のテーマは実はシネマ、ベストシネマということで。和尚、梶田和尚のベストシネマ、ちょっと最後にこうもうね、キーワードが。
何でしたっけ、ベラクルス。あ、ベラクルス、あ、言いましたっけ。あ、そうですか。それ、いつ、それ、ちょっと感動されたんですか。小学校の。